世界のジャパンチャンネルへようこそ。中国は豊富な資源と労働力を生かして世界の工場と呼ばれるほど製造業を中心に発展してきましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大後は世界の予想を裏切り、中国経済が崩壊の一途をたどっているようです。なぜ中国経済は窮地に陥っているのでしょうか。今回は立て直し不可能な中国経済に関する話題をご紹介します。このチャンネルでは興味深い話題をどんどん紹介していきますので、よろしければチャンネル登録もお願いします。2023年、中国では数年にわたって進められた厳しいコロナ対策の影響でデフレの危機が高まり、経済に深刻なダメージを与えています。デフレとはデフレーションの略称で、その社会のものやサービスの価格が全体的に継続して下落することを指し、ひいては企業の利益や国民の所得の減少につながる現象のことです。例を挙げると、ある農家がレタス1個を100円で販売していたところ、売れ残りが多かったので90円で販売してでも売り切るという商品価値の低下が起こります。農家はレタスが売れても100円で販売していた時よりも収入が減るので生活が苦しくなり、農家自身も他のものやサービスを購入する機会が減るでしょう。このように需要の減少に伴い供給量も減らさざるを得ず、賃金の低下や企業の倒産につながる不景気をデフレと呼びます。2023年現在の中国ではコロナ以前の状態に回復させることができずに経済活動が低迷し、とりわけ若者の失業や就職難、雇用不安が深刻な問題となっているようです。では何が中国経済の崩壊を招いたのでしょうか。それは2020年から3年間コロナ対策として推進されたゼロコロナ政策です。感染が拡大した都市は丸ごと隔離され、あらゆる機能を停止させるというあまりにも厳しいものであり、シャットダウンされた都市は経済が回らず、この期間に約400万社もの企業が破綻しました。これらの中小企業は一般的な中国国民の雇用を支えていたため、失業率の急上昇を免れることができず、また、それらを下請けとしていた大企業も経営が悪化したようです。そのような負の連鎖が起きたことで、中国経済は崩壊に向かって進み始めてしまい、もう回復の見込みはほとんどないと、世界中の経済評論家が予想しています。また、このような経済崩壊に伴って、中国国民の経済観念が大きく変化し、以前は、消費をしてもすぐにお金が入ってくる、という考え方から大量消費が基本であり、日本でも爆買いする中国人観光客の姿が話題となっていましたよね。しかし最近は中国人観光客がかなり減り、そのような光景を目にすることは、ほとんどありません。中国国民が経済的な不安を抱えているため、貯金は正義という考え方を持ち始めて、株式や不動産投資なども含めた出費を嫌う傾向にあるからです。2020年以前、中国都市部の不動産価格は急上昇し続け、誰も住まないような地区でも価格が高騰していましたが、誰も不動産を購入しなくなった今は、不動産価格すらも大幅に減少しており、経済回復を妨げる要因の一つとなっています。そして富裕層は手元の不動産を売却した資金を海外に送金しながら、海外移住を検討しており、これは中国国内の新規投資の不足と相まって、不動産バブルが崩壊する典型例です。中国政府はこの状況を打破するために経済安定の政策を出していますが、改善せず、さらには不良債権を処理する資金が不足してしまう事態さえ起きています。もし中国政府が自国の企業を大切にして自由化を進めていけば、
経済回復の糸口がつかめるかもしれませんが、その努力を怠ってしまっているため、悪化の一途をたどるしかありません。今後、この困難な局面に中国政府はどのように対応していくのでしょうか？中国の経済崩壊は日本にも多大な影響が出てくるので、ぜひとも他国に不利益を生じさせないように考えてほしいと思います。この話題に対して世界中の人々から様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。今までの中国は何でもできると息巻いていたようだが、それも終わり。習近平氏はこの状況に全く対応できずに、ラストエンペラーになるつもりか？政府としても対策は取っているみたいだけど成果は乏しいようね。正直な話、もっと国民を信用して、いろいろと任せればよいと思うわ。中国国民は悪知恵がよく働くから、それすらも難しいんじゃないかな。今だって自国の経済難よりも自分の利益を優先しているから海外に資産を移動させているのだし、信用に足らないと考える政府の気持ちもわからなくはないよ。それでも政府が何とかしないといけないのだけどね。僕は中国株をすべて手放しました。これ以上持っていてもマイナスにしかならないと思ったからです。各国の株の中でもかなり安定している部類だったはずですが、今ではその面影すらありませんね。私はまだ所有しているけど、そろそろ危ないかしら？中国にある不動産も売却先を探さないと。今さら中国の不動産を売っても何の価値もないだろう。回復を祈り続けるしかない。これなら低迷期の日本の方がお得だったかもしれないな。私の会社は中国に早々に見切りをつけて撤退しました。海外にいくつも支社はあるけど、中国では不景気から暴動が起きてもおかしくないと聞いて、出向していた社員はそこはかなく鬱屈した中国人に身の危険を感じたそうです。アジア圏の暴動っていつも目に映るものを全て破壊するような狂気さがあるよね。こんな暴力的な社会は子供には絶対に見せられないよ。それはアメリカも同じかもしれない。正しい手順で抗議する人もいるけど、暴力のような手段に訴え出た方がインパクトがあってマスメディアの目に留まりやすいから。そういう考えの人が一定数いるから、中国から脱出した方が良いと思う富裕層がいるのでしょうね。きっと富裕層は搾取する側から奪われる側に転落することを恐れているんだわ。不動産バブルの崩壊といえばアメリカや日本が有名だよね。彼らはどうやって持ち直したのだろう。中国も真似すれば持ち直せるのかな。日本は立て直しにかなり時間がかかっていて、今も完全回復とは言えないから微妙ですね。アメリカを例に挙げるならば、スピーディーな市場の信頼回復に努めるべき。金融緩和政策を複数出して経済活動を刺激することができれば、中国にも光が差してくるかもしれません。日本同様に手遅れかもしれませんが、すぐに対応することが回復への近道です。中国経済を生かすも殺すも習近平氏の手にかかっているってわけか。独裁政治だとトップがどれくらい優れているか一択になるからわかりやすいけど、今回は期待できないかもしれないね。どの国が経済破綻しても世界に一定の影響はあると思うけど、中国ならかなり問題が重なりそうね。世界からメイドインチャイナが消えてしまうのかしら。工場の稼働が止まるわけではないと思うよ。もしそうなったら、中国経済ではなくて中国自体の崩壊が起きているだろう。いくら暴動が起きたからといって中国が崩壊するような事態はありえないでしょ。もちろんある程度は自国の経済への
影響を鑑みておく必要があるけど、株などの不動産を持っていなければ、いくつかの日用品がベトナム製に変わるくらいじゃないかな。多少の影響はあっても中国のことだから、他国からできることは投資くらいだけど、ハイリスクなだけでは誰もしないわよね。中国政府が投資したくなるような政策を出してくれればよいのに。以上が世界中の人々の反応でした。中国政府がどのように対応するのかを見ている冷静な人もいれば、不動産などの投資を早々に引き払い、関係を断とうとしている人もいるようです。また、暴動の可能性を危険視している声もあり、海外企業の撤退も実際にありました。では、この件について、日本の人々はどのように感じたのでしょうか？一緒に見てみましょう。日本の反応。これは日本にとっても危険な状態であることは明確だ。中国という大国の経済崩壊は少なからず世界中に影響を及ぼすし、日本は特に中国との関係が深いからね。日本経済の歩みを止めないためにも早くから対策を講じるべきじゃないかな。中国衰退の影響をどうやって止めればよいのかしら。輸出入の鈍化によって日本国内でも製品が品薄になる可能性があるのよね。中国国内の工場に頼り切っている企業は、日本国内や他の国に工場を移転したり、生産量を他の製品で賄ったりする対策が必要になるね。それやと中国から企業が撤退して、ますます中国経済が傾いてしまうんやないの？日本企業が中国経済の一端を担っとるのは間違いあらへんからな。日本が中国の心配をしてもできることは限られていますし、下手に手を出して巻き込まれる方が損だと思いますよ。中国政府がいかに魅力的な提案を日本政府や企業に向けて出せるか。日本政府はローリスクハイリターンな政策を打ち出せるのか。両政府にあまり期待していませんがね。経済が危うくても中国の軍事力はかなり高いんだよね。歴史上何度もあったことだけど、困窮した国は豊かな他国に攻め入って略奪者となる。日本は距離が近くて軍事力が高くないから、中国軍の動向には気をつける必要があるよ。習近平氏は平和主義を打ち出しながら他国を蹂躙する冷酷さを持ち合わせている。台湾のように日本も支配下に置こうと計画していてもおかしくない。日本は中国に劣らない国力を持っていると思うけれど、それでも日本を敵に回して戦争でも始めようというかしら？銃器を使った戦争じゃなくても政治的に支配することは可能です。ナチスが仮想敵を作り、国をまとめたように国民の不満の矛先を政府から日本に変えてくるかもしれません。中国経済の崩壊を日本のせいにされてはたまったものじゃないけどね。悪い予想ほど当たるものだから、準備をするに越したことはないよ。中国は以前日本の失敗を学んだから、日本のようにはならないと言っていた。確かに日本の経済低迷期は長期的かつ厳しいものだったけれど、中国は規模が大きい分もっと悲惨だし、日本以上に立て直しは難しいだろうね。経済回復ができないなら、中国政府が取る行動は侵略の可能性が高いわ。日本政府はその事態を重く受け止めて外交を展開する必要があるのではないかしら。以上が日本の人々の反応でした。中国経済の崩壊がほぼ確定となった今、日本は搾取の対象になるのではないかと恐れている人が多かったようです。また、日本政府が中国政府に対してどのような外交を行っていくのか気になっている人もおり、日中の関係性が変わっていく可能性を考えているようですね。2024年1月、
日本メディア現代ビジネスでは、世界中の投資家が中国に絶望したというニュースが配信され、話題となりました。最後にご紹介します。中国の金融市場では、2024年1月に中国人民銀行が経済対策の一環として、中期貸出制度の金利を引き下げるとの期待が盛り上がっていました。財政政策に加えて、利下げによって景気が回復に向かうことを期待した。一部の投資家は、先回りして景気に敏感な動先物などを購入したようです。ところが、中国人民銀行は金利を据え置き、投資家の期待は見事に裏切られました。しかし、経済対策への期待が本格的に高まっていたかといえば、必ずしもそうではなく、投資家は動きの鈍い政府の対応に半ば諦めていたのかもしれません。期待が本当に高まっていたのであれば、金利が据え置きになった瞬間、株価や銅の先物価格は大きく下落するはずですが、実際の反応はむしろ限定的であり、中国政府の景気対策への投資家の期待値がそれほど高くない証拠とも言えます。中国政府が景気回復を目指すのであれば、そろそろ不良債権処理や景気対策を本格的に進めることが必要なはずですが、中国政府の動きは緩やかなままなので、多くの投資家も冷ややかなようです。こうした状況が続けば、中国の経済金融市場の先行き懸念は高まり、投資家の期待値は盛り上がらない状況に落ち込んでいくことが懸念されます。習近平政権は経済分野に手が回っていないとの意見も高まる可能性があり、さらなる金融経済環境の悪化を防ぐことができるか否か、中国政府の経済政策はかなり重要な局面を迎えていると言えるでしょう。以上が記事の内容でした。中国政府が世界中の投資家を混乱させ、中国への信用を失ってしまう事態ですが、もともと信用度が高くなかったため、大きな影響が出たわけではなさそうです。しかし、今回の一件により、中国へ投資することにリスクを感じた投資家も少なくありませんので、今後、中国経済の回復に世界中の投資家の協力は得にくくなったのではないでしょうか？どのような政策を取るにしても、経済の回復に中国国民や世界の協力は必要不可欠です。中国政府の出す政策や企業の動向に目が離せませんね。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。